足屋橋は、大阪府大阪市中央区にある東横堀川に架かる、土砂堀通の橋。大川からの分流点すぐの位置に架かる。1784年に、吉谷昭七らによって開発された、蟹島遊郭への通路として設けられたものであり、橋も、同時期に架橋されたと考えられている。足屋橋付近の大川、東横堀の水の流れは複雑であり、通船数も多かったため、 船が橋脚へ衝突する事故が多発していたと伝わる。その上、洪水の被害も頻繁に受けていたことから、掛け、替え時には様々な工夫が施され、1804年に掛け替えられた時は近帯橋を模して途中に橋脚を設けない構造とし、さらに明治初期に掛け替えられた際には、当時としては珍しいシャバリ橋の構造が採用された。 現在の規模に近い状態になったのは、明治末期の大阪市電、北浜線の不設事業によって、土砂堀2が拡幅された時である。1911年7月に近代共への掛け替えが完成し、市電は10月に開通している。現在の橋は1966年に掛け替えられている。一本の道から西へ二手に分かれるように掛けられている。 一つ、下流側の今橋の北東田本と、足屋橋の南東田本は親柱を共有しているが、土砂堀2の拡幅以前は、別々にかかっていた。ありがとうございます。